はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は部の極みネテロ会長を使っていこうかなと思います。今回の超級曲なんですけども、まあ難しかったね。めちゃめちゃ僕は過去一難しかったんですけども、そんなネテロ会長、もうユーザーをも置き去りにしすぎた男をぜひともメインで使っていったら悪手なんじゃないか、僕はそう思っているんですけども、必殺が 342% ダメージ&黄色属性のバフ、これ優秀普通に。しかも2ターンのバフ、だいたい今までは1ターンの、2桁のバフやったんですけども、2ターン続くっていうのはまあまあ優秀なんじゃないかなと思います。百式観音1の手、これチョップね、素晴らしい。んーでもって U 字技悪手だるわ。敵全体のガードターンを1ターン短縮して2ターン木属性のバフ、これはね今後めっちゃ使えるんじゃないかなと思います。ガードターン短縮&まあバフも 25% なんでまあまあ優秀。んーで特性が、呪いターン短縮&永続攻撃16バフ、んで運特性が、HP 35% 以上の時攻撃 15% アップ、通常ダメ 10% アップ、特性倒したら、攻撃まあ大体31% バフ永続ですね、使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンはディアボロ超究極級というわけで、まあねこのネテロ会長初期の段階でステータスがめっちゃ高い感じになっているんで、多分ね幻突とかしたらまあまあ火力出るんじゃないかなと、思いますね。んーでディアボロに関してはまあ、なかなか厄介なダンジョンなんですけども、言うて、余裕にぶち殴っていけるんじゃないか、僕はそう思ってるんで、このベジータ、僕最近ねこのベジータめっちゃ注目しているんですよね。まああの必殺でバフ持ってんねんな、それがめっちゃ優秀なんですけども、ここに関しては、ジョルの運で、んーでもってここはねどうしようかな。まあ割る必要ないんで、ここは天野愛さん割っていきまして、そんでもって天野愛さん産んで、演出見ていきましょうか。くしゃみでそう。ただいまくしゃみ中、早く出してちょうだい、ただいまくしゃみ。くしゃみしたら死んでしまう世界線にちょっと来てしまったんで、転生していきましても大丈夫なんじゃないかなと、思われます。んでここに関してはザリン使うかどうか問題なんですけども、これは別に使う必要はあんまないんじゃないかな。んでもって、割っていきまして、まあ、ここバフされるんですけども、言うてだと思われるので、そんで、ジョルノに関しては、まあ、生成数1軽減されてるんで割っていきまして、そんでもってこれはねどうしようかな。まあブチャラティで割る意味ないんで、ここは普通に、こんな感じで割っていきまして、そんでもって、割っていきまして、演出見ていこうかなと思います。どんな演出してんのか、まあ、先ほど見たんですけども、火力、この火力は僕まだ見てないんで、結構結構ダメージ出るんじゃないかな。はい、退屈戦で済みそうじゃ。そりゃあんたさん、あんな強かったらねもう期間終わるまで退屈シーンで済みそうなんですけども、おお2万1000か。あ、やっぱりまあまあダメージは出ますね。んでさらに2ターンのバフがつくんで、まあ打てば打つほど的な感じのキャラクターになっているんじゃないかなと思います。この2ターンのバフって何が優秀かっていうのは、やっぱりパーティーの補助、これねイベキャラでねバフついてるやつって全員強いんですよね、僕はそう思っているんですけども、あのねやっぱりこのネテロ会長数のあのステータスがやばいだけに、幻突とか持っていったら普通にガチャキャラと共に使える性能になるんじゃねえかなと、僕は思いますね。最近ねめちゃめちゃくしゃみ出んねんな。多分ね冷房つけすぎ、これやと思うわ。うん、だからねちょっと冷房を最近抑えました。もうね6月の前半ぐらいから冷房ガンガンにつけてたんで、多分それが
蓄積されて今爆発してるんじゃないかなと思うから、ぜひとも皆さんもね、夏風邪にはご注意を。夏風邪ほど厄介なもんってなくない？夏でめっちゃ暑いのにあったかい布団の中で寝んといかんっていう、これ絶望なんで。まあね、よく聞く話がさ、熱出たら汗めっちゃかいたらなんか熱下がるってよく言われませんでした？お母ちゃん、お父ちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんから。僕はね、その話結構印象的なんですよね。だから発汗しまくったらとにかく熱下がるっていう天才的な風邪の治し方。もうね、薬とかいらんね。もうとにかく汗出せっていう、そういう教え方をね、僕はまあされてきた民間療法なんですけども、圧倒的なね。はい。んで1ゲージ目突破していきまして、んでね、ちょっと話したい話があったんですけども、忘れていったん、前ね外食したんですよ。めちゃめちゃ久々に。まあ、ちょっとラーメンをね、食いに行ったんですけども、食べに行ったんですけども、食いに行ってちょっと、言葉悪かったな。申し訳なかった。食いに行ったんですけども、めちゃめちゃね、なんか、新鮮やったというか、久々に外食をしたんですよね。今ってもう、外食って全くしいひんやんか。まあコロナ禍なってから友達とねなんかするっていうことがもうなくなったんで、1年ぶりぐらいにね飯食いに行きましたね。ご飯をお食べに行きましたね。感動したね、なんか知らんけども。まあルロケンをねその日見に行って、んーで、まあ暇やからちょ、ラーメンしばきに行こうか、ラーメン食べに行こうか言うてね、食べに行ったんですけども、よう考えたら1年ぶりやなと思って、めっちゃ新鮮やったね、なかなかに。うん。んでね、ルロケンの映画めちゃめちゃ面白かったっていう話をねどっかでしたかったんですけども、結構ねタイミングを失ってきてて、やっと話せた。ルロケンの映画めちゃめちゃ面白かったわ。なんていうの、僕ね実写反対派なんですけども、いやルロケンの映画はねめちゃめちゃ面白かったですね。だからね、なんか変な偏見持ってたんかなと思って、僕なんか実写イコールクソっていう、実写イコールあんまし面白くないっていう、そういう印象があったんですけども、ちょっとこれから実写見に行こうかなと思って。だから東京リベンジャーズもう実写やるやんか。僕あれね、なんかルロケンみたいに結構面白そうな感じやん。ドラケンの演じはるあの人なんていうのやったっけ、ちょっと役者さんの前もこれは大変失礼ながらちょっと忘れてしまって全く申し訳ないんですけども、とかあの映画に出てる役者さんほぼほぼ知らんっていうのが申し訳ないんですが、ドラケンを演じたはる方の、マッチしてる感じがえぐいんですよね。なんかさ、どことなくこの人がこの役演じんのってさ、実写の映画あるあるやと僕は思うんですけども、ドラケンの人はねめちゃめちゃ合ってたんで、ちょっとドラケン僕一番好きなんですよ、トーマンの中で。まあなんていうの、トーマンって確かマガジンやったっけ、マガジンの話をねこんなジャンプ中にやることでもないんですけども、でもねめちゃめちゃ見に行きたくなりましたね。あれは多分あれはめちゃめちゃ当たりなんじゃないかなって個人的には思ってますね。ここに関しては 40% バフされてるんでレイで、解除していきまして、これ耐えるかな、次の攻撃。若干ダメージが、あやジョルの強すぎ、ワロチ終わります。